M さんとは日本の導入イベントの一つである。制作者が音に関連した創作物を CD や DVD などの媒体に記録し、その作品を自ら販売する音計即売会を代表する存在となっている。M さんとはミュージックメディア、ミックスマーケットの略、創作音楽のみならず、カバー音楽や二次創作作品、ドラマ、ムービー、ゲームなどの幅広いジャンルを扱い、楽器や歌唱。 ミディ音源、コラージュといった多様な表現技法が参見される。参加者は毎回約1万人程度となっており、2014年に実施された第34回における参加サークル数は1200を超えた。プロアマチュアを問わず、制作者が音を用いて表現した同人創作物を主に扱い、ミディ音源を使用した作品、生演奏を収録したバンド CD ボーカロイド、 関連作品などもジャンルに含まれる。販復する媒体についても、音楽やデータを吹き込んだ CD に限らず、ディスク表面にレーベルをプリントしていない。白板や映像や写真を収録した DVD、ブックレットや写真集など、多様な形態での販売が行われる。導入音楽としてリリースされる作品は、このイベントでの出展を目指して制作されることが多い。 同様のお時計即売会としては、ボーカロイド関連のザブヨーシーロイド M スター、同人ゲームシリーズ、東方プロジェクトの二次創作物を扱う白霊神社、霊大祭などが挙げられる。参加者は公式パンフレットを購入した後、開催会場に入場することができる。パンフレットは、書店やアニメ、同人グッズ関連を取り扱う販売店のほか、当日の販売窓口でも購入でき。 参加者はそのパンフレットを参照しながら会場内を移動し目当ての作品を買い求める。参加サークルについての情報は Web 上でも参照可能で開催される数週間前に公式サイトで参加サークルリストが掲示され、サークルのメインサイト及びツイッターアカウントが併記される。その他有志による独自のサークル検索サイトなども存在している。 運営スタッフはボランティアによって招集され、ボランティアが主体となってイベントが開催されている。運営側は制作者と一般参加者が直接交流できる余裕のある場を目指しており、制限付きでの一サインや握手といった触れ合いも認めている。同人誌即売会であるコミックマーケットにて音楽ジャンルでのサークル参加者が集い、 音楽を中心とした即売会を自ら作り上げるため準備会を発足したことに始まる。1998年3月21日に第1回が開催され、以降は毎年春と秋の2回開催されている。イベント名は M3 から99春、M3 から2000に秋のように故障する。2008年には開催10周年を記念し、東京以外では初めてとなる。 M3 大阪が3月9日に催された M3 から2013春が開催された東京流通センター第一展示場2階の入り口付近の様子2015年に発行されたオトカルチャー零々にによるとまず販売媒体としての CD に言及し多種多様な CD を買い求め約1万人が参加する M3 を踏まえ CD が売れないと言われて久しいメジャー音楽シーンとは 何なのか。という素朴な疑問すら胸に浮かんでくるとした。さらに、M3 におけるサークル参加者と一般参加者を生産者と消費者という関係ではなく、同じイベントに違う立場で参加する仲間と表現し、直接交流できる場であるからこそ、原始的な音楽シーンの熱量を体感でき、に、その熱こそが10年以上にわたって途切れることなく、 M3 に集まるクリエイティビティの根源と言えるだろうと結んだ M3 から2013秋が開催された東京流通センター第2展示場入り口付近の様子ありがとうございます。